多分多いと思う。私も本当小学生の頃とかもう幼稚園の頃からまずモーニング娘さんから始まってとかもずっとアイドル好きだったみたいな、でそういう方多分ファンの方に多いと思うんですけど、昔からアイドルが好きで、でも今もこう NCT 応援してるとかね多いと思うんですけど、そうなんかこう過去にさいっぱい推しメンがいるわけじゃんきっとでもその中でも今耳をしているその今のオタ活人生が一番楽しそうって思ってもらえるのってすごい嬉しい、ね、しかもそれはさ自分がそう思ってるならまだしもさ外からそう見えてるって多分相当じゃない、自分が思ってる以上にそう見えてなきゃさ周りから言われることってないじゃん多分って思うとすごい私も嬉しい、それやったねさあ嬉しい。ゴミ袋の話なんだったの、サーモンジャムももう忘れて、でもまだプルプル2,3 時間喋ってもまだ落ちない、全然リップかわいいかわいい。どのタイミングでお風呂に入ろうか迷ってます。あのでもメールは書くから遅くてもあと30分40分後ぐらいには終わりにするよみやちゃんって本当に楽しそうに配信するね、嬉しい嬉しい。でもこんな私でも配信するの怖い時あったんだから、ちゃんとちゃんとそれも自分が悪いんですけどさあ私が自分が発言にちょっと本当に良くないことがあってちょっと、はい、燃えた燃えた経験がありますので、もう一生配信しない、こんな切り取られ方するんだったら一生配信しない、もう配信怖いって思ったんですけど、はい、もう今はちゃんと大人になったので大人になったので自分の発言に責任を持って、はい、気をつけるように心がけてはいる心がけてはいるから楽しくできます楽しくできてます、はい、過去は取り戻せない、いや本当にそうだよね、今みんなともっと楽しい思い出が作れたなって思うし、それこそそのこの1年は特にセンターになりたいって思ってみんなと一緒にそれに向かって共通の目標が持ててそれを叶えられたら本当なんか過去じゃないなってすごい思ったりもするのでね、うん、今過去一充実してて楽しそうみんなのおかげだよ、本当にありがとうございます。小学生の時は辻ちゃんが好きだった、あそうなんだ、私なんか誰が好きだったんだろう、モームスさん、なんか初めて自分が初めて買ってもらった CD はモームスさんだったんだけど誰が好きとかは分かんないけど、ミニモニとかミニモニのキッチン持ってた、でも自分で好きだった記憶はあんまないあの時お酒の話してなかったらな、え待ってお酒始まりなの、いやいいけどいいけどありがたいけど、でもだとしたらさ私もちゃんと私の中でもちゃんと一時期はなんかアイドルだからお酒の話やめようって思ってた時期があったんですよ、ちゃんと気をつけてた、そのお酒のキャラ自分につけたくなかったから喋らないようにしてた、でもそしたら出会ってなかったってことだね、じゃあじゃあ今の私でよかったそれはよかったはい、あ燃えた経験ありますよ割と何度も本当に良くないよねだからこそみんなで初日6周年応援して7月10日待ってます、うん、どこでお酒キャラ吹っ切れた、わかんない、どこでだわかんないね、どこでだろう、でももうお仕事につながったらもう完全に吹っ切れましたお仕事
に繋がったらもう完全に吹っ切れたね、うん、それまではまだちょびっと躊躇はしてたけど、うん、お酒の話をたくさん聞いてみゆちゃんの好感度が一つ上に上がったのは間違いない。嬉しい。じゃあさ、私がアイドルだからお酒の話はやめておこうって我慢してたのは一体何だったんだろうねまあでもそれも年齢重ねたからだよなとも思う。二十歳になってすぐにさ、お酒がお酒かとかって話してたら結構嫌じゃんそれはそれでなんかまだ飲めるようになったばっかりのペーペーのくせにって思われそうそう思ったら、そうね、やっぱそのある程度温めた上で解禁して温められてたのかはさておきそう、うん、カホと飲みに行ってることを表に出すようになってからはもうそうだね。あ、そう、ポンシュ館で飲んだ、え、そうだよね、それは二十歳になって割とすぐだったからね、そりゃ心配されたんだと思うでもそりゃそうだよ、だって二十歳になってすぐ、割と本当にすぐに一人でポンシュ館に行って、あれメダル5枚とか、なんか二十歳、21歳とかだと5、なんかプラス1枚とかもらえるんですよね。そう、なんかおチョコ5杯とか飲んで平気で家まで帰ったって話を当時はしたんだけど、でも多分当時はまだ二十歳になったばっかりなのに、そんな急に会えて、なんかお酒の話してアイドルがみたいな。そう、まあ私もね、いい大人になったんで、ね、もう24ですよ今年今年24ですから、さすがにもうね、お酒の話したってね、お酒も飲みますよ。でも本当にちゃんと7月禁酒してる。本当に飲んでない。家にあるのに、家にあったら飲んじゃうじゃん家にあっても飲んでない。しかもママがあのジン、野草ジン見つけてくれて、野草ジンも家に持ち帰ってきたけど開けてないし、未来のレモンサワーもまだ開けてない。あ、1個開けたけど1個開けてないし、家にあっても飲んでない。ガチで7月頑張ってる。頑張るっていうほど、もともとすごいいっぱい飲んでるわけじゃないけど、そう、あの開けてない。そんな頑張るっていうほどこうってあの我慢してるわけじゃないけどね一時期は格闘 してた。だってお酒の話するとやっぱコメント欄めっちゃ早くなるんだもん、流れで。もそれで自分にお酒のイメージあんま持っては欲しくなかったから、まだ自分でアイドルの枠守りたかったし我慢してたけど、そう